1,2,3 推し好きになったきっかけとか好きな理由とか深く話していけたらなと。あやぴです。れいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、ということで本日はですね、はい、私たちが、まあ、セブチについてですね、セブチについてというか、推し、推しについてめちゃくちゃ、うん、まあ、語る動画なんですけど、うん、本当にご飯食べながら、はい、ゆるくやっていきたいなと思います、はい、はい、もう本当にほとんどノー編集、うん、ノーカットぐらいの勢いでちょっとやりたいなと思ってるので、ちょっとね、砂ね、そうより砂、そう、私たちでね、はい、話していきたいと思います。はい、はい、字幕とか本当になくやっていくので、うん、本当に見る方も何かしながらとか、うん、そうですね、一緒にね、ご飯食べながらとか、ゆるく楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、それでは ね、 そうですね、ちょっともう腹ペコでめっちゃお腹すいた。さっきね、急遽コンビニに行って、はい、ご飯を買ってきたので、買ってきました。食べながら話していきましょうかね。まあ、なんだかんだね、語り動画みたいなのは結構撮ったりしてるんだけど、うん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 、ね、まあ、リクエストでもちょっと語ってほしいっていうのが、そうなんですよ、結構多いので、ちょっとね、また語らせていただこうかなと思いますけれども、何分になるのか分かりませんけれども、確かに、ね、カットしないとはいえね、語れるまでね、とりあえずね、推しについて、うん、3推しかな、うん、1,2,3 推し、そうだね、まあ、前にもちょっと話したことあるんですけど、すごい過去の動画で、まあ、好きになったきっかけとか、はい、もう推しのここが好きとか、好きな理由とか、そうだね、そういうのをまあ深く話していけたらなと、はい、思いますね、思いますよ。いただきます。いただきます。ラーメンです。うん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 、本当にいつもさ、ちょっとごめん、編集の話になっちゃうんだけどさ、うん、編集すっごい細かく切ってんだよ、結構ちょっとした間でも、うんうんうん、だからちょっとそれをなく出すっていうのがちょっと新鮮で、うん、間合いが怖い、うんうん、確かに初めてだから絶妙かも、うんうんうん、カメラもね、でもこれ5分おきにちょっと切れちゃうやつなので、うん、その間のカットは多分入っちゃうと思うんですけど、うんうんうん、それ以外はほぼ、うん、ほぼノーカットでいきたいと思います。うへい、どうなるんだろう、うまいの、話しますか。うんですね、早速じゃあ3推しかな。そうだね、にしますか。あ、きっかけ、セブチを好きになったきっかけ、そうか、どうしよう、確かに、あー、どっちどっちから行こうか、でも確かにきっかけ行って細かく行くか、うんうんうん、大体同じなんですよね、きっかけは。いや、そうなんだよね、うん、理由が似てる、なんか、すごかったね、すごかった。私たちもともとアイドルと、うん、そのアイドルの後に舞台 の、 あの女優業をやらせていただいてたんですけど、はい、うん、女優業をやるようになってから、うん、あやぴとすごいお仕事、舞台のお仕事がすごい一緒になるようになって、うん、で2人の時間がすごいねなんかすごい変な言い方だけど育まれていって、うん、でその時にまあ何でしたっけ、最初はそんなね、言うて、そんな言うて、ただ仕事の時に一緒だけとかだったんだけど、けど本当に2個目の舞台の終わりぐらいの時に、うん、にそう、私の友達が、うん、あのセブチの動画を、うん、これめっちゃ面白いから見てって、うん、バラエティーを見てって言われたのがきっかけで、その時初めてセブチのバラエティーを見たんですよ、うんうん、でもすっごい面白くてこの人たちってこんな面白いんだって思ったのがきっかけで、うん、それをあやぴに共有して、うん、好きになった。なんかバラエティーの共有は私が好きになった後だった、うん、そうだそうだそうだ、最初はただ曲、うん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 、グループ名だっけ、最近聞いてるんですよねって言ってもらって、うんうんうん、私が、あ、名前だけはすごい聞いたことあるわって言って、うん、でその後、うん、なんか違う理由で2人で会ったんだよ、もう仕事関係なく、うん、あ、それそうそうそれそれが全部のキックグループ、そうそうそう、それで会って、うんうんうん、でその時
に初めて MV を一緒に見て、あーそうだめっちゃすごいみたいな、うん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 、めっちゃいいってなって、そっから帰って私も自主的にすごい MV 見始めて、うん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 、そうだそうだ、それからだ、そう自主的に聞くようになって、最近めっちゃ聞くよみたいに言ったら、うん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 、スレイちゃんがえこの人たちバラエティも面白いんで見てくださいって言って、うん、そうだそうだ、もうそっから見て、うん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 、そっからちゃんとセブチを理由に合うようになったよね。あ、なんていうの？なりましたなりました、うん、なんかもう最初2人の LINE とかで、うんうん、結構ねこういうかっこいいかっこいいみたいな、うんうんうん、こう好きみたいに言い合ってたんですけど、お互いがもうお互いをなんかえどうしよう今すごい自分熱きてるけどもしあやぴがもしそこまで興味なかったらどうしようっていうのがめちゃくちゃ焦って、うんうん、私だけ一人で応援するの一緒に応援したいなってっていう不安が最初めちゃくちゃあって、え大丈夫ですよね好きですよねみたいな大丈夫ちゃんと好きだからみたいな、そうなんか最初ハマってから、そう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 、なんか一回そんな会えなくなる期間があったんだよね、うんうんうん、うん、私が実家行かなきゃで、うんうん、でなんかちょっとこの間とかにそうなんか、ね、なんかライブとかもなかったらちょっとどうかなみたいなのを、うんうんうん、言ってるのを聞いて、あちょっと大丈夫かな、私結構ハマったらすごいハマっちゃうタイプなんだけど、れんちゃんどんぐらいかな、うん、そうそうそう、めっちゃ探ってたよね多分、そうそう、でも大丈夫だってなって、うん、そっから初めてのライブがあって、まあ、そうだね、もうバーン、うん、もうバーンなってなったわっていうのが、うん、あそうだね、きっかけかな、うんうんうん、しかもその時にめっちゃ人生のどん底期だったんだよね、うん、お互いにもう本当にどん底でやばいなみたいな、やばい、本当に何の趣味もない状態で、もうなんか仕事でもめっちゃ病んでみたいな、そうそうそう私逆にセブチ見てちょっと病んでた最初、この人たちこんなすごい頑張ってキラキラしてるのに私何やってんだろうって、別にそこのさ私の人生とセブチの人生の輝きは何の関係もないのに勝手に比較して落ち込んじゃうぐらいめちゃくちゃ病んでたからわーってなってたんだけど、でも勇気をくれたのもセブチだったから、なんか好きになってそのどん底の時に悩んでたことと、うん、あとセブチが自己プロデュースでやってるっていうのとか、うん、自分たちでこう頑張ってやってるっていう過去を見てすっごい勇気が出て、もうなんかこう悪いんですけど、うんうん、こうちょっと似てる部分があるなっていう勝手に、なんだろう、なんて言うんだろう、親近感じゃないけどね、親近感がちょっと湧く部分があって、うんうんうん、もうそれでよりハマって好きになったっていうのがもう最大のきっかけですね。なんか本当にあの時期に出会えた頃こ そ, そ, うそうそうそう、ハマったっていうのもめっちゃ思う。そうそう、私たちの中ですごくあるなって思って、うん、多分それより前に出会ってたとしても、うんうん、絶対そんなハマったりっていうのがなかったよ、ね、多分ここまでじゃないかった気がする。そう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 、 YouTube もあったから、うん、今こうして2人ともでバッてやれてるのもあるよね。そう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 、うん、そうなんですよ、いろいろが重なって本当に全部タイミングがすごいな、ね、本当になんかタイミングが全てってうちがよく言ってるのは、うん、その理由もあるんですよね。そう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 、本当に救われたもんな、セブチは。いや本当に救われた、なんか全部悩んで悩み事とかできた時とかも、うん、全部タイミングとかで、うんうんうん、セブチがなんかこうねえ、なんて言えばいいんだろう、うん、なんか歌詞に勇気もらったりとか、うん、なんかね、バラエティとかインタビューで言ってる言葉に勇気もらったりとか、うんうんうん、あるよね、すごい、うん、本当に本当になんか振り返るとすごいなそうなんです、一個一個本当に、うん、きっかけも、うん、ここで本当公に言えないのが悔しいぐらい、うんうんうん、本当にお互いのね、うん、このこれがなかったらマジで好きにならなかったっていうのが私は一個あるから、そう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 、本当に本当にそれも含め全部がね、そうなんだよ、本当にすごいなって、本当にすごい、人生で出会う人ってマジで全意味があるんだなって、うん、これもずっと言ってるけど本当そうなんですよ。だってね、本当に何回も言ってるけど、うん、アイドルの時からの私たちからしたら考えないですもん、この状況が。そうなのよ、絶対一緒に仕事やらないであろう2人ですもん何なら最もやらないだろうね、うん、それが、うん、それも全部セブチのおかげだし、そうなんですよ、全部意味があるんだなって思うと本当に出会えてよかったし、うん、これがきっかけでございます、ね、そうですね、はい、うわ、なんか改めて振り返るとすごいな、アナザースカイや、
アナザースカイで、うん、本当人生のターニングポイントと言っても過言ではないかもしれない。本当に間違いないですね、うん、はい、ちょうどいい。続いて、はい、推しについて、イエーイ、推しにハマったきっかけとか推しの好きなところとかですね。じゃあ3推しからいきますか。3推し、はい、ドギョムミンギュでございますね。はい、でございますね、はい、うわやっぱなんか好きな人だからこそ語るのが難しいっていうのはすごくあるんですけど、あるある。まあね、それぞれのメンバーの良さは、うん、多分みんなも分かってると思うので、うん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 、個人的に、まあね、そう、ね、中でもグッときてるものみたいなのがあるんです。なんだろうな、うん、そもそもドギョムを好きになったきっかけってなんだろうってどっから私始まるかも。本当サン推しじゃなかったんですよ、うん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 、ドギョム自身がはめちゃくちゃ好きだったし、うん、面白いなって思ってたんだけど、うん、推しじゃなかったよね。確かにいつの間にかですね。そうだよね、確かに確かに。もう最初全然違うメンバーだったんですよ、うんうん、確かに。だからきっかけなんでドギョムが3になったのかが、うん、あんま分かんない自分で。確かに、なんでだっけ。なんか確かに気づいたらドギョムでしたね。ねえ、なんでだ。ウータンは覚えてんだよ、うん、これだわっていうのが、うんうんうん、ドギョムじゃあ好きになったきっかけはいつの間にか恋と一緒ですね。気がついたな、うん、サン推しになってましたね、うん、ドギョムが。確かにいつかって言われたら分かんないな、うん、ねえ、なんかあんまきっかけ、うん、私もミンギュいつかって言ったら分かんないもんな。あ、確かにミンギュ、うん、なんでミンギュなんだろう。なんかさ、お互いさすごい好きとは言ってたじゃん、そのミンギュもドギョムも、うん、まあ、他のメンバーみんな好きだけど、うんうんうん、まあ、中でも好きなメンバーみたいなの、うん、今ずっといたんだよこの2人は。そう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 、いつだけど三推しっていう枠組みこれといったギギとカットないですけど大丈夫ですか。あ、やばいやばい、これ気をつけようよ気をつけようよ、気をつけてよ、本当にやるごめんなさいね、違ったあるある食べてる時、うん、なんかこれといったきっかけが全くないですね。うん、じゃあ好きなところにしますか。そうだね、ドギョムさん好きなところ、ね、ある、めっちゃあるよな、難しいななんだろう。あ、でも一個覚えてるのが、うんうんうん、まあもう本当にキャラも、うん、ドギョムはあの推し界隈の中で一番顔が好きなんですよ、うん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 、で最初から顔かっこいいなって思ったし、うんうん、キャラもそれで面白い、優しい、うん、面白い、あ、面白い2回言ったね、うん、いいなって思ったんだけど一個決定的に好きになった瞬間が、うん、あれ何の収録の時だろう、歌なんか失敗、ホームかな、なんかの、あ、ホームか、うまく撮れなくて泣いてるやつあったじゃん、うんうん、なんかあれを見て、うん、そう、なんか本当にドギョムさんはなんかね、自分に厳しくて、うん、あれなんですよみたいなの言ってるのを見た時に、このドギョム自身も自分が完璧主義だから、うんうんうん、悔しくなっちゃうみたいなのを見た時に、あ、すごいわかるわって思って、うんうんうん、もう私自身もすごい完璧主義で、うんうんうん、そう、結構周りからも、もうちょっと妥協していいよじゃないけど、うんうん、もっと緩くやること覚えた方がいいよって言われるぐらい、なんかやっちゃうタイプだから、うんうん、それにすごい共感できて、うわ、この人めっちゃ好きだわってなったのを覚えてる。だからちょっときっかけじゃねえや、好きな部分の一つとして、うんうんうん、そう、そういう、なんだろうな、似てるって言ったらおこがましいけど、うんうん、その通ずる部分があるところを見た時に、あ、この人めっちゃ好きだなって思ったし、好きなとこの一つだなって思った。あ、間違いない。そう、そんな人が思ってたの面白いから。確かにな、ちょっとギャップだもんな、全てがいいなって、うーん、なりますね。すごい素晴らしいでございます。初めて言ったかも、ドギョムね。確かに確かに、聞いたの初めてかもしれない、ね、確かにありましたね、それがね。ね、あったよね、なんかそのやつが。あ、そうか、そんな感じかね。ミンギュは、ちょっとあの喋るのが本当に下手くそなので、いやいや、あの事前に、あ、そうそうそう、書いてきたの大体で、うん、あ、そう、ミンギュは、うん、なんだろう、あ、こう、この後も推しについて同じことを言うんですけど、うんうん、ミンギュもこう、私がなりたいが詰まってる人なんですよ、ミンギュって。人懐っこくて誰にからでも愛される、うん、こう憎めないいじられキャラ
なところ、うんうんうん、だけどこうなんか仕事に対して熱心だったりとかそういうストイックなところがあるところがすごい私的に、うん、なりたいところでもあって、うん、こうなんか民具ってあごめんなさいね、うんうん、なんか民具ってなんかなちょっと待って なんかすいませんねすごい話したことまとめたの、うん、なんて言うんだろうちょっと待ってくださいねあそう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 民具ってこう喋らないでこうアイドルの時だけを見てると、うん、ザ・アイドルって感じじゃないですか、うん、もう高身長でイケメンで、うん、かっこいいだけど、うん、こうなんかなんつうのメンバーといる時とか、うんまあ、ライブしてる時とか、うん、そういうバラエティの民具とかを見るともうどこか抜けてるじゃないですか、うん、もう民具やみたいなまた民具やってるよみたいなそういうなんだろう、うんうんうん、誰もがこう民具を欲してるじゃないですけどわかるわかるこうなんかここで民具がこういうドジをしたから、うん、あもうこれが民具だよもうこれがねセブチのねみたいなこう雰囲気を作るというか、うんうん、ムードメーカーとかもあるよねもうなんか全員セブチは欠かせない人ですけど、うん、すごい欠かせない一人なところあの存在感が本当にすごいなって思って、うんうんうん人気はそうだから私のなりたいが詰まってる人かな、うんうんうん、人気はもうとにかく可愛くて、うんうんうん、愛嬌があってストイックでみたいなところがすごく好きですねすごい、はい、ちょっと喋れたか分かんないですけど喋れてる喋れてるそういうとこですかね、うん、そうだよなそうなんか民具を見ると ほっこりするというかいやわかるわかるそうなんかカッコつけてないじゃないですか民具って確かにカッコいいのにカッコつけてない性格だからまたよりねあの素直な感じというか、うんうんうん、だから愛されるんだろうなっていうのがすごくありますね人の方が本当に一つ一つの仕草から本当にだから民具はそういうところが好きで三推しになった理由ですかねはいなんか改めて買ったらちょっと恥ずかしいよねちょっと恥ずかしいわなんかそうちょっとドギョも一個思い出した、はい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 、めっちゃこんな深い話の後にあれだけど、うん、あのライブの時の歌ってる顔がめっちゃ好きで、うんうんうん、ちょっとさ切なそうに歌うじゃんバラードの時に泣いてるんじゃないかなと思いましたねそうもうそれがすごい好き で歌ってる時とかパフォーマンス時めっちゃかっこいいのに喋、うん、るとなんかちょっとふにゃふにゃしてはぁみたいなずっとドギョのそばにいてくださいみたいなの、うん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 、あのギャップいやすごいうわすげえって思ったの覚えてるすごいじゃね本当にギャップがそれを思い出したそうなんであの喋るとほにゃほにゃなのみたいなほにゃほにゃしてるって思って確かにそう間違いないなそうちょっと俺それを思い出したわ今そこも好きなところだなって思ったすごいな、うん、あれは手に入れようと思ってる手に入れられるものじゃないですからね。ねなんか人気も度胸もさ、なんか本当にいい人じゃないとできないことっていうか、うん、なんていうの、本当に育ちの良さと、うん、悪がないですよね。そう人間性の良さが本当に出てるなって思う、うん。わざとっていうかそういうのがないっていうか、そう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 本当にね、だから本当に自然と引き込まれるんだろうなってすごい思う。うんうんうん、素敵だな素敵だなはいいいですねじゃあ次は二押しのウータンオヌはい行きますかウータン、はい、きっかけは、うんうんうん、めっちゃ覚えてる私は春コンで、うんうんうん、そうウータンもずっとウータン別に言ってなかったよねずっとなんか、うん、あでも言ったか最初なんかバラエティを見てて、うんちょっと好きだ、うんうんうん、かわいいなみたいな感じだった最初ただかわいいかわいいで見てたんだけど、うんうんうん、春コンの時に、うんうん、めっちゃ覚えてんだけどあの、うん、花道をさ通ってこのセンターステージに行く時の顔を見た時になんか予想以上になんていうの男の顔をしてたっていうかなんて言うんだろうなんか可愛いで見てたのに、うんうん、すっごいお墨を感じたっていうかうめっちゃ男らしいみたいな顔面がすっごいパキッて個人的に見えて輝いて、うん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 、え好きみたいな声に落ちてた可愛いだったから余計にああギャップがねでジョーンって持ってかれてそうなんかそっからすごい心をつかまれて、うんうん、
で、なんかめっちゃ多分そっから私うわ歌めっちゃ好きだってなったの。それか多分うん、でもなんか私もなんかあやぴのうーたんが二押しになるきっかけをよく聞いたことがない気がして。そうだよね、うん、うーたんも本当にふわっとだった気がする。ドギモと同じぐらい、うん、ここまではっきりと聞いたことがないから、うん、確かに言ってないかもね、わざわざ。でもそこがめっちゃ分かったのは覚えてる気がする。あ、そうかそうか。なんかさ、れいちゃんとさ、うん、春子行った後にさ、なんか衝撃受けた人ランキングやったじゃん。やってた生で見てめっちゃ衝撃受けた人ランキングで、多分私うーたんをめっちゃ上位に書いた記憶があるんだよ。そうか、多分ね、そうだから、それをきっかけとは言ってないけど、そう今思うとあれがきっかけだったんだな。あ、そうかって思いますね。あでしたね。なるほどなるほど、はい。あ、そうなんだ。ウォヌは、はい、私はですね、ウォヌはもともと星くんの前は一押しだったんですよ。で、ウォヌは、ウォヌもギャップなんですけど、こうなんか猫に見えて実はちょっと犬なところ、会話見れる犬なところが すごい好きで、で私もともと猫に見えるけど犬っぽい人がすごい好きなんですよ、で顔もすごいウォヌが一番好きなんで、もうすごいドタイプだったんですね、もともと。でウォヌは、こうなんて言うんだろう、なんかこう一見物静かな、こうあまり前に行くガツガツ行くタイプじゃないじゃないですか。でもこうなんか一歩引いてこう、メンバーをよく見てるんだなっていうのがすごいわかる。あのメンバーのエピソードとかも聞いてこう話しかけに行くとか、もうそっと寄り添ってるとか、そういう話を聞いて、あ、本当にあったかい人なんだなっていう、そういうガツガツ行くのが、まあ、苦手なだけで、本当はこう一歩引いて周りをよく見て、そうメンバーのことを思ってるんだなっていうのが、あったかい人だなと思ったのと、あとカラットにめちゃくちゃ優しいところ、なんかメンバーとかにもね、ふざけてこう強くなったりとか、そういう時あるじゃないですか、でもカラットにとんでもなく優しいところ、あと目がすごい優しくなるなって思って、こういい意味で距離感を保てる人、ウォヌが一番、なんかそういう面では一番アイドルだなって私の中ですごく思って、なんかすごい好きなんですよ、アイドルの心を持ってるっていうか重いけど、そういう、ね、ことでかできる人がすごく好きだから、本当にあったかい人で、本当にカラと思ってくれて、メンバーも思ってるんだなっていうのがすごい伝わってくるっていうところがすごい好きなところですね、はい、モヌはすごい。いや、そうですね、クールに見えるからこそね、そう熱い思いがね、そう見えると、ちょっと本当は不器用なんだろうなっていう感じも、またちょっと可愛いなっていう、そうまあね、母性本能がくすぐられてそうですかね。ボヌはめっちゃクールな人だと思ってたもんな、最初。私もちょっと言い方あれだけど、不愛想なのかなって思ってたけど、一人はね、いるもんね、そういう人、グループに、でもね、探ってみればよく笑うし、めちゃくちゃ高いしみたいな、ギャップですね、ボヌも。確かにな、いや、わかるわ。いや、そう、そこですかね、すごい。なんかほっこりするな、愛が伝わってくるな、人のなんかそういう語り聞くと。いや、私たち1、2、3、4、なんか似てません？ちょっと、キャラっていうか。あ、その、ここのね、そう割合ね。似てますよね、ウータもオヌもちょっと似てるし。あ、確かに。ドキマ人間も似てるし、ホシックブスも似てるし。確かに。さっき寒しい時私言ったっけ、ドギョムの人形の、あ、言ってた、なんか思ってるだけだった、確かにウータンとね、似てるなと思って、すごいクールっぽい、そうけど実はみたいな、そう不器用だし、ね、みたいな、ウータン本当は嬉しいんでしょみたいな、そんななんかいじられて、どれ隠しなんでしょみたいな、言ってるけど嬉しいんでしょみたいな、そういうのがいいんだよね、そういうのがいいんですよね、ちょっとね、かわいいな、そうちょっと似てるの面白いね、言われてみれば、そうかもしれん。じゃあ一押しいっちゃいますか。いや、これ語りきれないけれども、いや、ちょっと一押し本当難しいな、難しいな、クプスが一番難しいかも。いけろが、ちょっと一回時間的に始まった、始まった、クプス本当に難しい。
なんか千代きっかけはね昔の動画で言ってたじゃん。ちょっと見てない人もいると思うから、うん、言うとそのクプスがインタビューで、うん、そのね事務所とメンバーとの間に入ってすごい頑張ってるところに、うん、自分もアイドルの時そうだったから共感したのと、うんうん、事務所とメンバーだったらメンバーを取ります、メンバーの方が大事なんでって言ったところにすごいわーってなったっていうのが、うんうん、まあ、本当に簡単に言うと好きになったきっかけなんだけど、うんうん、本当にでも、うん、なんて言うんだろう、そこで多分初めて言うんだけど、うんうんうん、言うしちょっとあんま誤解ないように聞いてほしいんだけど、うん、本当にクプスって正直顔も性格も第一印象も私そこまで良くなかったんですよ。あんまり好きなタイプじゃないなって思ってその MV も見てて、私入り口がボノニだったし、そうそう全然クプスをなんだろう注目して見てなかったっていうか、そう推しにはならないだろうなって思ってずっと見てたから、なんかそのインタビューもなんで見たか覚えてないんだけど、見た時に、うん、そうやって入ったからこそよりなんかあ、はい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 、グッと好きになってみたいな、うん、私結構そういうきっかけで好きになる人が多いんですよ、うん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 、他のグループでも、うんうんうん、最初ちょっと あんまりかなって思った人のいいところを見て、はい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 、うわ好きってなるのがすごい大きい人だから、うんうんうん、多分クプスもそれがすごい大きくて、うんうんうん、そうだから最初なんか一押しっていうのに正直ちょっと抵抗があるぐらいの人だったんだけど、うん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 、もう今やね、確かに立派な推しですからね、ぶれないですから ね、 ね、何があっても絶対この人だわって、うん、クプス自体がいなかったら、うんうん、本当に他のグループとか K-POP 自体がもう多分そんな好きじゃなくなるだろうなってぐらいの、あのクプスが活動休止してた時にすごい思ったんですよ、私はもうクプス以外にもだって好きなグループいっぱいいて、うん、推しもいっぱいいたはずなのに、うん、もうクプス一人がいないだけでもう全てにおいて興味がなくなってしまったじゃないけど、うん、あれなんかやっぱ違うなってなっちゃってたから、うん、やっぱ最初がねそうだった分、うん、確かにこうねこうなったんだろうなっていうのが、うん、ごめんきっかけでも好きな部分でもなんでもないけど、いやいやいや初めて語る部分ですね、うん、今回わそれ私がアイドル側だったらめっちゃ嬉しいな、はい、でもうざくない、最初あんま好きじゃなくてとか言われたらちょっと言わなくて別にそれって思わないでも今もう不動ないですもんね、いやもう絶対もう絶対何もかもがもう好き、そう、うん、それがどんなところすごい好きってそういうことなんだなって、ちょっと思うよね、間違いない、やっぱ人間ね誰しも絶対苦手な部分と好きな部分、うんうん、あるじゃん苦手な部分は、どんなに好きな人、うんうんうん、でもそれを含めてでも、うんうん、好きって思う人が本当に好きな人なんだろうなって最近間違いない、そうすごい思って、うんうんうん、まさにそういう、あすごいな人って感じですね、ごめんなさい、なんかきっかけでも何でもないことを、いやいやいやいいんすよ、語ってしまいました、はいすごい、あ星くん星くん私も前の動画で言ったことあるんですけど、うんうん、星くんは私は歌声から入ったんですよ、星くんの歌声から、それがキャンプファイヤーなんですね私、だからキャンプファイヤーにすごい思い入れがあってなおさらすごい好きで、うんうんうん、で、まあ、歌詞もいいじゃないですかキャンプファイヤーって、うんうん、だから星くんがサビを歌ってるところで私すっごいグッてきて、うん、もともと星くんの歌声が好きだったんですけど、うんうん、そこでグッて掴まれて、うん、そっからなぜか星くんしか見れなくなっちゃって、うん、で星くんをすごい知りたいって思って、でそのバラエティも今まではずっとボヌしかこう、ね、か注目してこなかったので、うんうん、星くんはすごい面白いなっていう風にしか見てなかったんですよ、うん、もう星くんをガーってもう全バラエティを通して見るようになって、うん、星くんの人間性をが分かってきて、うん、あ星くんって私がなりたい人間像だこの人って思ったんですよ、なんか星くんの好きなどこって聞かれたら、うんうん、もう第一に人間性なんですね、星くんの、あの愛嬌ストイックさとか、うんうんうん、こうなんだろうな、こうバラエティを見てて、うん、人に対して嫌なこととか自分が嫌だなって思ったことは絶対やらないですよね、うん、星くんって、こう例えばメンバーで、うんうん、なんかこう例えばこう叩いたりとかする、うんうん、ふざけて叩くってところで、まあみんなねそれノリだから、うんうん、まあね、大丈夫かな、切れちゃう、あ確かに、ちょっとじゃあ次に行きますね、次にごめんなさいね、なんか手しびれてあれなんで
なんか止める。そうでこうね、わーってふざけて叩くとかね、うんうん、ある時もちろんねふざけてだから思いっきり叩いても、うんうん、もう男の子だから、ね、面白いけど、うん、こう星くんとか見るともう軽いんですよ叩くのが。確かに星くんってペチペチって感じかも。だからあすごい、そういうなんかそういうとこを見てて、うん、あこういろいろね、なんか言動とかを過去の言動とか、うんうんうん、こうまああの過去を掘ると、うん、まあなんかの V ライブの時に、うんうん、まあ、ジノが女の子はやっぱ二重がいいみたいな感じの話をした時に、うん、星くんがもう本当にガチなトーンで、うん、いや二重が全てじゃないでしょみたいな感じの、いや一重の子だって魅力的な子はいるみたいな感じのことを、もうちょっとうろ覚えなんですけど、うん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 、言ってて、星くんって本当にそういう曲がったことが嫌いで、そういう人の嫌がることとかをすごい、うんうんうん、まあ、差別っていうか、うんうんうん、そういうの嫌がるんだなっていうのをすごい感じて、はいはいはい、あともう星くんのこう意志の固さというか、自分が嫌なことは嫌だし、これをやるっつったらやるみたいなところがすごい私羨ましくて、うんうんうん、それを言葉に出して言えるところとか、うんうん、すごい尊敬するなっていう、人間として本当にめちゃくちゃかっこいいなって、パフォーマンス面でもそれはもちろんそうなんですけど、こう内面的に言うとそういうところがすごいあって可愛いなって思いますね。あと人見知りだけど、身内内とかカラトちゃんの前ではめちゃくちゃ可愛くて明るくてムードメーカーで盛り上げ役な星くんがすっごい可愛いですね。可愛くてすごく好きですね。もう私からしたら本当に正義のヒーローですね。ヒーローみたいな存在ですね。本当にすごいな。いや、そういうところが星くんは尊敬できるところかな。推しだけど、うんうんうん、一番尊敬できる人かもしれない星くんはっていうところですかね。緊張するな話すの。わかる、ねえ、なんか届けたいわこの映像。そうそうそう、なんかもう今のところだけ編集してなんかちょっと届けようかな。ちょっと届けようかな。届けようかお互い。お互いサムジ届けようか。ね、ちょっとのクルーズじゃないとかちょカットしてそこだけカットして、うん、失笑して、はい、いやすごいという感じかな。なんかもうなんか2人ともね、なんかこれが全部語れてるかちょっと分かんないんですけど、そうね、一押しだからね、もっと好きなとこあるんだけど、だから逆に4トン当たると困りますよね。なんか何言ってた。そう、いやもうほんとね、ヨンちゃんとかで話したいのは山々なんだけど、そうそう、なんだけど収まりに、そうなんだよ、伝えたいこともありすぎるし下手に言えないし、絶対なんか後悔しそうだもん。あ、そうそうそう、あんなも言えなかったとか、好きで好きってもんじゃないのよみたいな。20秒間ただ休んでてほしい、それ見てたいもん。あ、かわいいな。好きなもの食べててください。寝てもいいし、食もしていいし、水も飲んで、あ、水飲んでる、かわいいみたいな、喋ってるみたいな。それでいいよね、なんか。そう、それでいいですよね。そう。あれあれカットで。カットで。二人とも脳に異変が。ちくわが。ちくわの集団。初めての動きした。やばいやばい。ここ飲んで飲んで。飲んでください。私も。失礼しました。なんでお前が。同じ動きしたから。ちょうどいい機会だからって。やり合ってほしくない。もう みんながただ素でいるところを映すだけの V ライブとかしてほしくない。ご飯食べてるだけだからね。そうそうそう、ちょっと宿舎はプライベートすぎてね、メンバーも嫌だろうから、なんかもうほんと1時間だけ、もうほんとただ自由に好きなことしてていいよって、喋ってもいいし、寝てもいいし、ゲームしてもいいし、運動してもいいし、何でもいいからこの範囲内で好きなことしてくださいっていう。もう一回 TTT やってほしいもん。そうなの。マジでめちゃくちゃ砂動画見たくない？そう、なんか本当に企画考えるのめちゃくちゃ大変だと思うんですよ。だから企画なんて考えなくていい。そう、もう考えなくていい。多分1年間それでも許される。そう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 、1年間持ったかもしれないけど1ヶ月間それでも全然許されると思うし、この間の5世ね、なんか企画がぐたぐたすぎてメンバーめっちゃ怒ってたじゃないですか。ちょっとダメだなみたいな、ね、でも十分なのよ。いいの、それでいいの。セブチが映ってくれてたらそれだけで、グダグダも含め全部見せてっていう気持ちじゃん。みんなで布団引いて寝てていいからっていう。本当にただドライブしてるだけでもいいし、ね、あの、え、寝るときフード付きのパーカー着るとか、そう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 、寝づらくないかなとか、靴下履くタイプなんだとか、わ、寝癖めっちゃそうつくタイプかとか、そういうとこに燃えるから、そうそうそう、めっちゃそういうの見てたいなって思う。いや間違いない。一押しの話からすごい話しました。失礼いたしました。
いやめっちゃ見たいさ、ちょっとちくわが改めてちょっと語るとなんかわーってなるね。なんかお互いのこんなにしっくり聞いたことがないから、ないないない、なんかあ そこが好きなポイントなんだ、だからそこが好きになった時なんだってすごい思ったら、ね、星くんをそうやって見てるんだっていうのを知れるのが面白い。なんかさ、もう私とか推しじゃないってさ、あ、うん、分かる分かる、本当にただね純粋に見て、うんうん、星くん面白いなって感じだけどあすごい、そこにそういう感じで見て、いや分かる分かる、見出してるんだか分かると、いや分かるな、深いね、うん、深い深い、本当にここに推しが被らないこそ、被らないからこそね、本当に本当にいろいろ教えてもらうことが多い、ね、そう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 、こここういうところがあるんだ、そうやってるんだとか、ね、そう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 、そうなってるんだが、うん、分かるよね、本当に楽しい、面白い、他に好きな部分とか、うーん、ある、でも私星くんが推しになってから顔のタイプ変わったかもしれないです。私、うーん、お顔は、お顔はなんかねえちょっとねえ、なんだろうな、うん、私も、うん、こうね、あの言っちゃえば、あの、うん、同じように私も最初、うん、本当に星くんをかっこいいとかそういう目で見てなかったんですよ、注目してなかったので、うん、だからそういう推しになってからやっぱかっこよく映ってるっていうのもあると思うんですけど、すごいタイプなんですよね、うん、そうなんですよねだからあすごい、自分のタイプもやっぱり、いやでもガーンって持ってかれるんだなっていうかな、なんていうのうまく言えないけど、なんか本当に全部が好きになるじゃないけど、そうめっちゃわかる、そうそうそう、そうなんだよ、めっちゃわかるわ、そうすごいですね、なんか好きな人とか推しって、クプスも歌もそれだもん、私、うん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 、2人とも別に最初はすごい注目して、うんうんうん、お顔好きだって見てなかったけど、うん、もう今やね、何してても可愛いしかっこいいし、うん、もうはーってなるもんね、すごいな、やっぱ好きの力ってすごいよな、すごい、なんか本当にその推しになる、うん、そのたった一つのきっかけがめちゃくちゃでかいんでしょうね、うん、いや確かに ねすごいな、相当な衝撃じゃないと推しにならない、いや、うん、だって推しとかもしないですもんね、セブチもみんなかっこいいしさ、みんないい人だし、うん、みんな面白いし、うん、全員が魅力なのに、そうそうそう、選びがたいはずなのに、ね、そうやって推しがパキッと決まるってことは、なんかそれなりに自分の中でこう、うん、ねえ、やっぱ似てるものとかね、そういう、ね、感じるものがあるんだろうな、すごいな、楽しい、それが同じグループ、応援してるグループの中でいてくれたっていうことが、うん、いや本当にそうだね、すごいですよ、本当に、地下がハマんなかったらって、うんうんうん、もう本当根本的な話だけど、そうなるよね、本当に、確かに、いやすごいな、面白いな、本当すごい熱しやすく冷めやすい人だからさ、すごい、うん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 、YouTube やってなかったら危ない瞬間とかいっぱいあったと思うから、うん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 、それも含めてね、全部すげえなって思う、間違いない、うん、本当に、うん、多分このコロナの期間とかちょっとすげえモチベ下がるわとかなってたと思う、うんうんうん、YouTube なかったら、あはい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 、そうそうそう、うんうんうん、別にもういいかなみたいなとかちょっとなっちゃったりとか、うん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 、ねえ、もしかしたらあったかもしれないから、うんうん、ライブにも行けない状況ですしね、そうね、うん、やっぱ生で会うってでかいからね、うん、そのモチベを維持する観点でも、うん、そうやってなったら、そう、私一回あんま好きじゃないわってなったら本当戻らない人なんだけど、うん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 、それがもう何回も戻って、やっぱめっちゃ好きだって、ね、なってるから、うんうんうん、確かにな、よっぽどこう、うんね、合ってるって言い方おかしいけど、うんうんうん、なんかね、自分の中で波長として合ってたりとかあるんだろうなってすごい感じるな、うん、すごいな、教えて本当にすごいよね、本当に推しってすごいな、マジですごいわ、いや生きる糧だもんな、ねえ、もう本当に生きる希望だよ、本当にいてくれるだけでいいもん、存在してくれるだけで生きる意味になるからね、うん、だってセブチがいなかったら私たちどうしてたんだろうって、でもそこが本当恐怖だよね、本当にまず2人でいないし、ないないない、 YouTube もやってないしだろうし、やってたとしても多分もう終わってたよね、うん、終わってましたね、やり始める前の
感じでずっとやってたら絶対終わってましたね、うん、語り尽くした感すごいあるんですけど、ね、なんか燃え尽きたっていうか、ね、そう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 、久々にこんだけ語ったわ、うん、推しについて、そういや、うまく言えたかな、言えたかな、伝わったかな、ねまあね、多分みんなにもみんなの中でこのぐらいね、うん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 、理由があったり、まあね、理由がなくとも好きになるのも推しですからね、そう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 、本当に顔が好きとかで推しとかもいっぱいあるだろうからね、うんうんうん、ね、それはそれで本当に一つの大事なきっかけだから、うん、まずは出会えたことに感謝じゃないけどね、しぶちがいたから今こうしてね見てくれる、みんなにも出会えたからありがとう、感謝したいことだらけだもんな、しぶちに関しては、いや本当にマジでありがとうございますだわ、どう言ったらうまく伝わるんだろうっていうぐらい本当に本当に人生を救ってもらってるよ、ね、そう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 、大げさじゃなく、だからこうなんか、うん、とりあえずとにかく生きてってすごい思いますよねもう本当生きてくれればいいからっていう、なんかもうみんながみんな本当に健康で笑っていてくれればいいから、そうそう、もう曲とか一切出さなくてももう最悪、そうそうそう、しょうがないから、そうみんなが辛いのは辛いし、そう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 、ね、ただただいてくれればいいから本当にそれだけ思うな、ね、すごいだからすごいわありがとうありがとうでいっぱい出したしかないですね、ねえ、うん、瀬口から来てラリーズを知った人が本当にほとんどだと思うからね、うんうんうん、その中でこうやって出会ってくれて見てくれて、だってチャンネル登録までするって今相当ねえありがたいことですよね、だって登録しなくてもおすすめに出てくるじゃん、そう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 、ね、だから登録せずに見てるとかもできるはずなのに、ね、登録してこうやって見てくれてるから、みんなも本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、今度みんなに対しての感謝が確かにみんなに対しての感謝だわいっぱいあるから本当にありがとうございます、生かされてるな、生かされてるな、生かしていただいてるな、本当に間違いないな間違いないね、これからも本当に瀬口を応援したいし、うん、ねね、なんか私たちも頑張りたいし、そうだ ね, ね, ねウィンウィンな関係にね、向かっていけたらいいですなって思いますね、はい、ということで、もう語り尽くした感があるすごいすごい、言葉が何も出てこなくなった、無理やり話そうとしてるみたいになっちゃったけど何も出てこないから、もうこんな感じで終わりにしたいと思います、思います、初めてめっちゃ語ったことも多いのでね、うん、ちょっとそうだったんだみたいなね、ねことがあるかもしれないですよ、はい、って感じで、これからもね我々は、はい、セブチが大好きでセブチを応援していきたいと思います、はい、はい、あこの動画をいつ出すか分かんないけど、うんうん、多分セブチ紹介動画が前か後に、この動画の前か後にあるので、うん、はい、本当に基本的なプロフィールのことを言ってるんですけど、うんうん、ぜひそちらもご覧ください、ご覧ください、はい、では激ゆる語り動画でした。いやー本当だね楽しかった、またなんかリクエストがあればね、その内容とかも話したいなって思っておりますので、はい、もちろんセブチ以外でも何でも受け付けておりますので、お待ちしてます、待ってますバイバイ、バイバイ、最後までゆるいなここまでがね、ここまでがね初めてだ、ね